どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回ですね PVP の動画ではなくてロケット団のね幹部の手持ちが入れ替わったということで、まあ一つのパーティーでねロケット団3人全員倒せる、まあ、ついでに榊も倒せるねパーティーを紹介していこうかなと思います。というわけでね、最初はシエラなんですけれども、シエラはね1匹目にナックラーを出してくるんですよね。でナックラーに対してはラグラージね技は今一つになるんですけれども、まあ、でも弱いんでねナックラー全然戦えますね。でポイントはラグラージに濁流を覚えさせてるっていうことで、濁流はねたまに相手の攻撃力を下げてくれるんですよ。なのでね、まあ、そんな感じでやっていくと、まあ、回転もね、ハイドロカノンよりも早いですし、まあ、シールをね、早めに剥がせるってことで、うん。まあ、濁流を覚えさせてる感じですね。うん。で、あとは、まあ、ハイドロカノンの強力なんで、まあ、レガシー技で当然覚えさせておいて、まあ、裏のポケモンにもね、刺さってくるので、まあ、ハイドロカノンと濁流、あとはマッドショットで戦っていくって感じですね。というわけで、2発濁流打って相手のシールを剥がしたんで、まあ、ハイドロカノン打っていって、これで相手のナックラ落ちるかな。うん。でも落としていって、裏のポケモン見るんですけれども、出てきたのが、ミロカロスということで、ミロカロスが出てきた時、相手の技を見てからですね、ポケモンを変えていくっていうのがポイントになります。今、言ってきた技が、滝登りだったので、まあ、滝登りであれば、キュレム投げちゃって OK ですね。ドラゴンテール覚えてる時があるんですよ。ドラゴンテールだとキュレムね、ボコボコにされちゃうんで、まあ、滝登りだったら今一つで受けられるじゃないですか。で、まあ、キュレム投げておけば、相手の技を今一つで受けながら、ドラゴンクロールでゴリゴリ削りを入れて、で、まあ、ゲージを溜めた状態でね、ラスト3匹目を迎え撃つことができるんで、まあ、キュレムを投げていくって感じです。で、まあ、今回ね、なんだ、ミロカロスだったんですけれども、まあ、2匹目にね、他のポケモンが出てきた場合、なんだったっけ、闇波とか、あとはドンカラスとか出てきた場合は、そのままラグラージで突っ込んじゃって OK ですね。で、最後相手が投げてきたポケモンが、今回は、フーディンだったので、まあ、凍える世界をね、どんどん当てていって、それで勝てますね。で、まあ、相手、こちらの技だったら、1秒ぐらい硬直するんですよ。で、その硬直時間を利用して、ちょっとゲージを溜めた上で、相手の技が飛んでくる前に凍える風を打っていくみたいな、そんな感じの流れを作っていくと、相手の技を受けずにね、戦うことができるんで、うん、まあ、それで勝っていくって感じになります。うん、というわけでね、シエラ対策は、まあ、このパーティー、とりあえずこのパーティー使っておけば、まあ、絶対いいとは言わないですけど、まあ、ほぼ確実に勝てますね。だけどちょっとゲッチャレにね、行っていきたいところなんですけれども、これね、シエラーとバトルしたの初だったんですけど、一発目でね、これ色違い出たんですよ。うん、これはあれでしたね。ちょっとね、一発目でシエラーちゃんのピーナッツをゲットすることができたんで、うん、なのでまあね、こちらとしてはね、すごい良かったですね。うん、まあ、個体値はね、あんまり良くなかったんですけれども、うん、私結構ね、このロケット団の色違い出ないんですよね。うん、なのでまあ良かったですね。というわけでね、次はね、クリフ対策なんですけれども、パーティーは同じですね。で、まあ、バトルのやり方としては1匹目は大体同じで、まあ、どんどんね、なんだ、濁流を打っていって、まあ、シールドをまず2枚剥がす。うん。で、まあ、あわよくは攻撃弾を引くっていう、そういう流れでやっていくと、まあ、1匹目はね、やりやすいですね。まあ、1匹目にね、まあ、ルカリオ使ってる人とかもいると思うんですけれども、ルカリオだとね、腕力相手に結構ダメージ食らっちゃうじゃないですか。うん。なのでね、まあ、相手、あれじゃないですか、格闘技打ってくるんで、うん、で、ルカリオはね、鋼入ってるんでね。なのでね、まあ、私としてはラグラージュ使った方がやりやすいなと思ってますね。パーティーも変える必要ないですしね。だけで、まあ、ここでね、2発目の濁流打っていくんですけれども、これでシールド剥がしきれたんで、まあ、この後はちょっと起点作り気味にやって、で、ある程度ね、まあ、貯めたら、腕力倒しちゃっていいかなと思います。ただ、シールド2枚目は使いたくないんで、相手に技を打たれる前にしっかりトルムを刺していくっていうのは、ポイントになりますね。まあ、これで、相手の腕力を飛ばすことができると思うので、まあ、あるいはちょっと残るかな。倒せましたね。で、2匹目を見ていくんですけれども、出てきたのがプテラということで、まあ、プテラはそのまま突っ込んじゃっていいですね。水が弱点なんで、まあ、そのまま突っ込んでいくんですけれども、まあ、ここもね、相手のポケモン次第ですよね。ここで相手がキングドラを投げてきた場合、相手の技を見てですね、相手が水技を打ってくるようだったらキルム投げちゃって、まあ、ドラゴン技打ってくるようだったら、一発ね、ラグラージュで技を入れてからですね、怪力とかを投げていくと戦いやすくなりますね。で、まあ、なんだ、エルレールの場合もラグラージュで突っ込んじゃって OK です。だけど、ま、そんな感じでプテラを倒していって、で、3匹目見ていくんですけども、最後出てきたのはクロバットということで、これもこのままラグラージでいけるところまでいっちゃっていいですね。まあ、ここから先はお好みでいいと思うんですけれども、まあ、ラグラージが死んでから、次のポケモン投げてもいいですし、まあ、死なせたくなければ、ポケモン変えちゃってもいいんですよ。うん、まあ、どちらにしろね、なんだ、まあ、傷薬にしろ、まあ、回復薬、
天気のかけらを塊にしろ使うことになるので、うん、なので、まあそこはお好みですね。で、私はちょっとね、どちらかといえば傷薬の方が、いっぱい持ってたんで、まあ途中でキルムを投げていって、で、最後ね、クロバットを倒していって勝ちですね。まあこんな感じで、クリフもね、まあ楽に倒せますよね、このパーティーだったら。うん。で、そうっすね。うん。で、まあパーティーをね、なんだ、変える必要もないですし、なんだろう、新しくね、ポケモン育てる必要もないっていうのはやっぱね、なんだ、このパーティー一つで、相手のポケモンっていうか、幹部3人を倒せるっていうのがね、まあ、ポイントの、構築なんで、うん。あと、なんだろうな、なんて言ったらいいかな。うん、ついでに、このパーティーね、さっきも言ったんですけど、サカキも倒せるので、まあ、もちろんね、もっとね、戦いやすいパーティーあると思うんですけれども、うん、まあ、でも変える必要ないっていうところでね、まあ、おすすめのパーティーってことで、まあ、紹介してます。で、まあ、残念ながら、ワンリティは通常の、あれでしたね、色でしたね。で、次はアルロですね。まあ、アルロは、まあ、一番簡単ですよね。で、一匹目にサボネア出てくるじゃないですか。で、サボネアって草ポケモンなんですけれども、通常技で、草技覚えないんですよ。不意打ちとか、うん、あと、まあ、そういった、なんか、草技覚えないんで、ラグラージで戦えるんですよね。これ、草技覚えてたら、ラグラージで20弱点疲れちゃうんで、まあ、大ダメージ食らっちゃうんですけれども、不意打ちとあと何だったかな、毒好きとかそんな感じだったかな。とりあえず、ラグラジ抜群つけない技しか覚えないんで、うん、なのでね、まあ、ラグラジで突っ込んじゃって OK ですね。で、まあ、濁流打っていって、今一発目の濁流で攻撃ダウン引けたんで、なおさら戦いやすくなってますよね。で、まあ、二発目でシールドを剥がしていって、で、この後ね、ハイドローカーノン打っていくことになるんですけれども、ガン起点作っちゃっていいっすね。うん、まあ、一発技打たせていって、シールドを貼っていって、まあ、ここで起点作っておけば裏が戦いやすくなるので、まあ、ここでがっつり起点作って、あれっすね、裏を見ていくって感じになりますね。で、裏がね、リザードンとかゴルグだったら、まあもちろんラグラージで突っ込んじゃっていいんですけれども、スリーパーの時もね、ラグラージで削れるところまで削っちゃって OK なんで、まあ一番戦いやすい相手かなと思います。で、相手がね、次のポケモン投げてくるんですけども、出てきたのはゴルグだったので、まあゴルグは地面ゴーストタイプなんでね、水技が抜群で入るので、まあハイドロカノンでどんどん打っていって、まあ2発で倒せるかな、なんならハイドロカノンと濁流でもいけるぐらいですね。うん。まあそんな感じでね、倒していって、で、相手の技が飛んでくるところで、まあ技打っていって、まあこれで相手のゴルグを突破していって、まああとは3匹目になるんですけれども、まあ3匹目がドダイトスか、ハッサムか、ボーマンダなのかな、うん。まあ出てきたのがハッサムだったので、まあそのままラグラージで突っ込んじゃって OK ですね。まあここで、まあドダイトスとか、あと、なんだろう、ボーバンダが出てきたとき、まあ、ドライトスが出てきたら、まあ、どっち投げてもいいか、まあ、カイリキーでも、まあ、ケルムでもどっちでもいいですね。ただ、まあ、ゲージ溜まってたら、まあ、ラグラージで技打ってから変えちゃってもいいと思います。まあ、葉っぱカッター打たれるとね、ラグラージがあっという間に溶けちゃうんで、なのでね、まあ、技打ったらすぐ変える必要があるんですけれども、うん。まあ、そんな感じでドライトスは処理して、まあ、ボーバンダの場合は、まあ、ケルムでゴリゴリ削っていって、うん、で、まあ、凍える世界を当てていく。うん。まあ、あるいはカイリキーで削り入れてから、ケルムでもいいですね。まあ、そんな感じで倒していくと、まあ、簡単に倒せます。というわけで、アルロ戦は終わりですね。うん。一番倒しやすいんで、まあ、あれかな。うん。ただまあ、どうだろう。アルロの初手のサボネア、うん、が、そんなに、まあ、なんだろう、PVP にしろ、何にしろ、うん、まあ、強いポケモンではないので、まあ、一番需要は低いのかなと思いますね。まあ、前回のタツベイがね、やっぱり良かったんで、まあ、それに比べるとね、ちょっとがっかりではあるんですけれども、まあ、でもね、取っといて損はないと思うので、うん、まあ、やるといいと思います。うん、最後は榊ですね。まあ、このパーティーでね、榊も倒すことができるんで、やっていこうと思うんですけれども、まあ、一匹目はね、ご存知の通りペルシアンが出てきますね。で、ペルシアンなんか強いですよね。やっぱ、ひっかくがね、強力なんで、うん、まあ、なかなか痛いんですけれども、まあ、うまくいけばね、濁流で攻撃ダウンが引けるんで、まあ、それでちょっとね、やっていこうと思うんですが、まあ、とりあえずね、濁流打っていって、まあ、これで攻撃ダウン引けたら戦いやすくなるんですけれども、どうかな、うん、引けましたね。まあ、引けたんで、そのまま突っ込んでいって、で、もう一発濁流ってね、2枚目のシールを剥がしていって、まあ、これでもうラグラージュの仕事はほぼ終わりって言っちゃっていいかな。まあ、この後もやられちゃっても構わないんですけれども、まあ、とりあえずね、やれるところまでやっていこうと思うんですけれども、まあ、できれば、ハイドロカノン打ちたいかな。そうですね、ハイドロカノン入れましたね。うん。まあ、これ入れてしまえば、もうこのままラグラージュはやられちゃっていいかな。ここはもう下手に交代しないで、そのままラグラージュで突っ込んじゃった方がいいです。まあ、ラグラージュやられちゃうんですけれども、その後回力で来てもらえるんで、これはね、やられちゃっていいですね。まあ、倒そうと思えば倒せたと思うんですけれども、うん。まあ、回力投げていって、で、あれですね、カウンターだけで倒させてもらって、で、ここシールド貼っておけばね、
ゲージ溜めた状態いろんなポケモン迎え撃てるんで、まあ、それでやっていくって感じになります。で、2匹目はもう何が出てきてもそのまま怪力で突っ込んじゃって OK です。何が出てくるかな、あ、今回ドサイドンだったの一番簡単ですね。まあ、ドサイドンは怪力で弱点つけてるので、どんどんね、なんだ、クロスチョップを打っていって、で、相手がね、なんだ、技を受けた後硬直するじゃないですか。1秒硬直するんですよ。なので、あれですね、ダメージを入れてからまたね、クロスチョップを打っていくって感じで、まあ、こんな感じで、まあ、倒していくことになりますね。で、まあ、これキングドラと、なんだ、なるたっけ、ガブリアスでも一緒ですね、2匹目が。うん。で、まあ、そんな感じで倒させてもらって、あれですね、倒しきっていって、で、グラードンが出てくるので、まあ、そこにはクロスチョップをガンガン打っていく形になります。まあ、しっかり起点作らせてもらったんで、まあ、2発は打てるかな。うん。まあ、2発入れていって、で、2発入れたらね、死にだし、やられたら、キュレモを投げていくって形でいいかな。まあ、あんまりダメージ入んないんですけどね。まあ、それでも、まあ、少しでも入れといた方がいいので、まあ、そんな感じでダメージを入れていって、うん。で、もう一発撃てるかな。相手が硬直してる間にもう一発撃てれば OK なんですけれども、撃てましたね。うん。で、まあ、これ撃っていって、で、この後、まあ、うん、さっき言ったように死に出しでもいいですし、まあ、すぐキュレム投げちゃってもいいのかな。まあ、どっちでもいいですね。うん。で、まあ、今回はやられるまでやっていく感じか。で、まあ、やられてから、キュレムを投げていって、まあ、ここまで削ってしまえばもう簡単ですよね。うん。まあ、ドラゴンクローでも倒せると思いますし、まあ、相手がマットショット型なんで、余裕を持ってね、凍える風で倒していくことにしました。まあ、これ抜群なんでね。まあ、これで相手の、何ですかね、グラードを倒していって、まあ、勝ちですね。うん。まあ、こんな感じでね、ラグラージ、カイリキ、キレム、このパーティー一つで、シエラ、クリフ、アルロ、ついでにサカキョンもね、倒すことができるんで、まあ、もしよかったらね、使っていただけたらなと思います。うん。まあ、ポイントはやっぱりラグラージの濁流ですね。まあ、一番回転が早いんで、まあ、これをやっておけばね、ワンチャン攻撃ランもいけますし、まあ、一匹目はね、もうラグラージで、まあ、基本的に簡単に突破できるんで、なので、まあ、ラグラージに、まあ、今回だけは濁流を覚えさせておいて、まあ、自信切ってね、まあ、そんな感じでやっていけばいいのかなと思います。うん。だけでね、まあ、グラードンゲットですかね。うん、はい。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回もね、このパーティー一つで、シーラ、クリフ、アルロの三幹部プラス、サカキを倒せるっていう、まあ、パーティーを紹介したんですけれども、まあ、もちろんね、個々に見ていったら、もっとね、最適解はあると思うんですよ。まあ、最適解はあると思うんですけれども、まあ、でもね、なんだろう、まあ、一つのパーティーで倒せるってことは、まあ、育てるね、コストも減りますし、まあ、使うね、傷薬とかのね、量も減りますし、うん。なので、ね、まあ、効率は、まあ、いいのかなっていう気がします。そういった、なんだろう、まあ、倒すスピードっていう面の効率は別として、なんすか、温存というか、うん。まあ、そういった、ところのね、効率はいいと思うので、もしよかったらね、使っていただけたらなと思うんですけれども、うん。まあ、他にね、もっといいよっていうパーティーがあったらね、コメント欄の中で教えていただけたら、まあ、ちょっと使ってみようかなと思います。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しては気にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。